活用しているのはあのアトリビューションレイティオという、指標を、取り入れた、シナリオ開発というここに力を、入れています。で、アトリビューションレイティオとは何かというとこ の, あの表を見ていただくとですね縦軸が、媒体 ABCD がありまして、右側がファーストタッチからセカンド、サード、最終的にはラストタッチというふうになっています。で、メディアマインドを使って、第三者配信を行うことで、まあ、複数のメディアをまたいだ中で、まあ、ユーザーがですね、最初に、接触したメディアがファーストタッチで、そこから最後、コンバージョンの直前に接触した媒体をラストタッチと呼びますけども、そこまでの、接触データは全て取れます。で、この表はそれをクロス集計したものなんですけども、どの媒体が、最初の接触から最終的な刈り取りに至るまでのポイントの中でどこで、作用したかというところを、まあ、ポイントで、つけていきます。まあ、ポイントの付け方の方法論がいろいろあるんですけども、それはちょっとここでは割愛させていただきます。で、でですね、アトリビューションレイトというのは何かと言いますと、要は最初にの方により効いた媒体だったのか、刈り取りの方により効いた媒体だったのかというのを、比率で見ることができると思うんですね。ちょっと、まあ、簡単に数字を見ていくとどういうことかというと、この媒体 D は、初回接触にポイントが80ついてます。で、一方ラストタッチ、最終接触にポイントが50ついてますので、50÷80 をすると 0.625 になるんですね。で、これが、4つの媒体の中で最も、低いので、より、初回側に効いていたというふうに判断します。こうやってあの媒体の方の序列をつけていきます。で、一方、刈り取りの貢献度が高かったものは、まあ、逆の見方をするんですけども、これでいうと媒体 B が、刈り取りの貢献度が高かった媒体ということができます。数字を見ていくと、媒体 B は、ラストタッチで150ポイントついているものに対して、ファーストタッチに150ポイントついているので、割り算すると 1.2 で一番大きいということで、まあ、こういう見方をします。はい、で、まあで、まあ、メディアの評価はこういう形でやるんですけども、今アプローチをしています。おそらくですね、まあ、多くの広告主さん、まあ、クリエイティブをたくさん開発してネットワークに載せたりとかということをやられていると思うんですけども、今のアトリビューションレイティオの考え方を、クリエイティブに当てはめて考えることで、どのクリエイティブが、まあ、どの動線のどのポイントで聞いていたかということが、可視化できます。で、まあ、このバブルチャート の, そのバブルの大きさはコンバージョン数というふうに考えています。まあ、クリックトゥーコンバージョンとビュースルーコンバージョン両方を加えた数字ですけども、まあ、こういった見方ができます。はい、で、まあ、こういうことですね。初回貢献度と刈り取り貢献度が高いクリエイティブ、まあ、こういうマッピング上で可視化できるということです。はい、で、これをですね、どうやって活用していくかというと、まあ、クリエイティブの成果というのを一つの調査データとして捉えて考えています。なので、初回貢献度が高いクリエイティブに、どういう訴求ポイントがあったかというところでいうと、例えばですけども、初回の方は、ライフスタイル重視型のクリエイティブが多いなということですね。で、一方、刈り取りの方でいうと実用性とか、機能重視型の、ポイントが高いなというところですね。例えばですけども、人材系の広告主さんでいうと、まあ、ライフスタイル重視型でいうと、例えばその、まあ、仕事を定時で終わって、まあ、アフターファイブのライフスタイルを楽しみたいみたいな、インサイトが見つかる場合があります。で、一方、その刈り取りの方でいうと、具体的に、まあ、どういう仕事が紹介できるのかとか、どれだけ仕事の量があるのかとか、そこの、人材会社に、登録した場合のメリット、実メリットみたいなものが訴求ポイントとして多いみたいなことが見えてきたりします。で、これをですね、掛け合わせて、一つのシナリオを、作るということに、チャレンジしています。で、このシナリオを作ってどうするかというと、ここでまたメディアマインドさんのテクノロジーを活用するんですけども、アドバンスシーケンスですね。要はどのクリエイティブをどういう順番で、どれだけ見せるかみたいな設計を配信側でコントロールすることができます。
まあ、例えばクリエイティブ A を3回見せて、クリエイティブ B を3回見せて、クリエイティブ C を3回見せる、まあ、こんなことができたりします。でこういったことを、活用していくつかチャレンジをしている中で、まあ、ちょっとこ のグラフを見ていただきたいんですけども、一つのまあ成功事例として、このオレンジのグラフが今申し上げたシナリオ配信をした事例です。で、ブルーのグラフが通常の、まあ、いわゆるそのオプティマイズをかけた通常配信というもの、この2本を、まあ、同じ条件で、走らせています。で、まあ、2ヶ月間様子を見てるんですけども、まあ、1ヶ月超えたあたりで、まあ、シナリオの効果が徐々に出てきて、まあ、ビュー数も含んだところでコンバージョンの数が、通常配信を上回るような成果も出てます。これは一つ活用の成功事例かな。我々グローバルでもですね、こういう、まあ、AB テスト的なですね、何でもこう自動化していく方がやはり効果が上がるだろうというロジックがあるんですけど、こうやはりマーケティングコミュニケーションのエッセンスを入れて、シナリオを考えてコミュニケーションを取っていくと、これだけまた上がっていくという、はい、クリエイティブの可能性をなんか証明したような事例で、はい、いい事例だと思いますね。はい、私も勉強になりました。で、ジェンさんがこうした商品を気に入って、Facebook で、Facebook のオフィスのプレゼンテーションで、じゃあ私の方からは、まあ、実際にクリエイティブの方をちょっと見ていただこうかなというふうに思っています。で、事例としてご紹介するのが、サントリーさんのミネラルウォーターの天然水という商品があるんですけども、まあ、そちらの方のプロモーションをさせていただいたという事例をご紹介させていただきます。で、今度ジェンさんに対して、そのグリーンビジュアルの商品の新しい商品をですね、そのプライベートなお試し会の紹介を受けます。最後まで皆さん見ていただいているというところで、そこに関しては非常にクランさん の評価というところは高かったというところと、まあ、もちろん先ほどから出てますけども、そのポストインプレッションというか、はい、アトリビューション効果といったところも結構出ましたので、まあ、そういったところも非常に満足をいただいているというところです。で、あとこの画面の右下にですね、まあ、ブログに投稿するとかですね、あと Now に投稿する、 Now っていうのはアメーバのツイッターみたいなミニブログサービスがあるんですが、はい、まあ、そういったそのツイートする拡散機能っていうところも入れて、はい、で、まあ、そこに対して そのユーザーさんのアクションというところも非常に取り上げるというところになります。で、最近だと、まあ、もちろんアメーバだけではなくて、はい、本当の元のツイッターさんだったりとか、あとフェイスブックさんのシェアボタンとかと、はい、いうところも入れて、その拡散の方を今推奨して進めていますというところです。はい、ただこうリッチなものを見せるだけでなく、効果のところまで、例えばですけど秒数を測ったり、まあ、ポストインプ取ったり、その関節効果まで見ていくところまで、まあ、メスを入れていると、結構数字に対するこうコミットメント意識というのが強い印象を受けますけど、そこはやはり企画の段階でそこを求められているという日々ニーズを感じますか？そうですね、感じます。実際手張りでもしこれをやっていたら、はい、本当にその最終ラストクリックしかその出せないところではあったんですけども、はい、先ほど そのエキスパンドするアクションだったりとか、はい、あとは、まあ、間接的に LP に行ったりとか、はい、まあ、つぶやいたりとかもそうなんですけども、はい、まあ、そういったその何らかの主体的なアクションというところをそのユーザーさんが残してくれた数っていうところでいうと、すごい数になりますので、はい、なるほど、まあ、そういったところが非常に喜んでいただいたかなと思います。はい、まあ、このやった感という言葉をたまにこう聞きますけど、それプラスアルファ、そのエンゲージメントを数値化していくということが、この事例の中で実現できたということですね。非常に素晴らしいクリエイティブだと思います。